月曜の夜に魔法をかけて俺がいろいろ変えてやる。おい、この白いベルトを復活させてやる。おい、しかも名前を変える。 GH ハードコア選手権。おい、裏にいるノアのしょっぱいレスラーでもいいし、レスルユニバースを見ている他団体の選手、名乗りを上げてくれ。最初に言っとくぞ、月曜日の夜はな、このリングででかい顔していいのは俺だけなんだよ。俺からプレゼントをやる。今日マンデーマジックメインで俺が戦ってやるぞ。もうでかい顔をしていいのは顔面のでかいこの俺ケンゴだけだ。さあ、波乱の幕開けとなりました。いよいよ始まります、マンデーマジック。ノアの熱い戦いを連続ドラマの多くのファンの方に楽しんでいただくため、本日より各週月曜19時夜7時に開催。会場はもちろんその熱気をレッスルユニバースでお届けしていきます。聞き慣れないサウンドが響いてきましたよね。聞いたことないですね、はい、果たして忍者マックの味方となるのか敵となるのか、それすらもわからないまま、マンデーマジックが始まっている。テリヤキ、テリヤキというゴールがありました。さあ、乱れたその身のこなし、嘘つけてはテリヤキ。側頭部トラスキック、打撃というところでは忍者マックが、いや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 、ここはテリヤキ。いや、トリッキーですね、動きが。その動きというものが忍者マック読めませんか。いや、早くも終わらせますか。忍者パワー、テリヤキ発想上これはたまらない。ナサワ、忍者マック is your first participantFor the heavyweight GHC championship. 今はアピールはヘビーと聞こえました。そうですよね。でも野沢さんに呼びかけてるってことはハードコア、あの新しい、いや、オープニングで野沢さんが持ち込んだあのベルト。そうですね、名乗りを上げてくれと言ってましたからね。ということですね。そうですね、早くもベルトに向かって動き出しましたか。さあ、果たしてどんな選手がどんな試合形式で登場するのか分かりません。マンデーマジック、どうやら6人タッグマッチとなりますか。藤村海、マサキタリア、ソヤマラブ、3名がまずは登場を果たします。場内はひときわ大きな歓声が起こりました。自分こそがノアだ、ノアを背負う男、宮城純太、宮城純太が塩崎剛の入場曲に乗せて、今2人だと井上さん、はい、2人ですね。そうですね、2対3ということですかね。これこれはいきなり連続マッチとなりますか。塩崎剛と宮脇純太が赤コーナーです。いや、もう1曲、加藤さん、はい、この地響きのような入場曲はこれもしかして、あの男、マジっすか、新宿フェイスマンデーマジックに登場となりますか。
わー来たー嘘だーやった初めて新宿ペイスに登場いきなり赤間口の大盤振る舞い澤山ラブが藤田和幸に手4つを要求さあ今もう片方が胸と胸が突き合 うわこれは加藤さん空気が震えましたね勝利飾ってるんですよねその後のマイクアピールもねもう本当にあのプロレスファンの胸を打ったというかはい、はい、先ほどちょっとご挨拶させていただいたんですけどもそのこと伝えさせていただきましたはい僕らがそして僕がトップを取ると力強く宣言いやーブラックック本当にねあの周りのね同世代プロレス界の同世代からしたら遅れてるかもしれないんですけどもね、はい、一歩ずつおおいいですよいいと思います藤村海藤田和幸に一発これは本当に月曜日の魔法ですねいやこれは野獣が収まらないぞ普段戦う機会がないですからね、はい藤村選手もしかしたら狙ってたかもしれないです、ね、いや絶好のチャンスかもしれませんさあ先行北見に対するショルダー、はい、野獣恐るべしですよおっとなんと野獣に対して藤村海やってほしいですねこれはいやいやいや顔面蹴ってる顔面いってますよね顎のあたりまでストンピが上がっていったさあ決勝を変えたぞ藤田ダリアットかわしたさあ飛びかかりましたがキャッチされてボディスラムいやしかもその一発が非常に重かったたまらず藤村場外ですただこういうの見たかったですねそうですね、いやまさに月曜の魔法か立ち上がったところへさあ変形ギロチンドロップこれはやりました藤村が返しました宮脇選手魔法がかかってますねいや宮脇中華にも藤村海にも魔法がかかっているぞさあこのまま超対空ファイトアロー今度こそ仕留めたか宮脇中華いやしかし井上さん、はい、この一戦は藤村海につきますか10組に登場するといういやすごいどういうことしかもジェイク選手とアクソニーが出てきてじゃあ井上さん、はい、シングルとタッグのチャンピオン2人が先に入場してるんですよねそうこの音色は9.17 後楽園で聞いた記憶がありますおーさあ新日本プロレスの我々あとジェイク・リードがマジかあ贅沢っすね圧採決ジェイクと大岩が今リングで睨み合ってるそして一人ですよねもう一人これは聞いたことないですね聞いたことないですよねまたニューカマーなのか会場内は固唾を飲んで花道を見守るクリアリー井上さん、はいLJ クリアリーそうですね、LJ クリアリーとコールされました野沢選手が、野沢さんが今年の夏にイギリスで発掘してきた選手ですか、はい、ついにノアマットに登場となりますマントマジックでノアマットに初登場は LJ クリアリーアイスクールの方楽しみにしたらここで来ましたねいや加藤さん、ここでカードを切ってきましたねそうですねヒネス選手らを輩出した NWA UK のハンマーロックの後継団体なので、はい、技術的なものがしっかりとしてますよねすげえいわゆるイギリスのスタイル身につけているのが LJ クリアリートおー
組む経験が非常に多いですもんね。そうですよね、まあ、本当にアンソニー・グリーン選手からねタッグの練習ですからね、はい、あハンマーパンチフォアーム振り倒したジェイク・リーに対して絶対に引かない姿勢は大岩良平です。ライオンはね谷底に落とされても這い上がるという場面でしたよね。いやそこからが見せ所。今ホールそうですよね。ちょっと足どういうことだ。どうしたんですか。おガッツさんだ。ウソでしょ。 LJ が大岩良平に牛殺しですか。さあアンソニー・グリーンがそのままカーボン。大岩良平血がついた。クリアリーがっちり握手。そしてジェイクに対してうやうやしく一連 GLG なんと新メンバーか。さあここからはマンデーマジック女子の試合が並ぶこととなりますが、顔を付き合わせるのは桃野美桜の名前がコール。いろはたくみ、そしていろはたくみ、共にマーベラスの両者。下から追っていや背後に言うな。危ないぞ危ないぞ危ないぞ。振り技ラストライドですからね。さあこのままマットに叩きつけさせない。ノーラッチみたいな形になりました。さあさらにここは強引にでも川畑理子投げて切って取った桃野。さあ担ぎ上げた対空だ。厳しい一発キャノンボール発射。ペシャンコだですよね。ジャーマンスープレックスホールドに持ち込んだ。それで返します。今クラッチしっかりしてホールドしてればもしかしたらの場面でしたね。一瞬体が斜めになってしまいました。それがなければというところだったんですが、いろはたくみ、いやそのまま行くか。さあこのままいやいやいや着地した。ハイキックかわした。いやースピンキック、トラスキック、すごい。これは頭いや返した返した。7番ここで眠らせる。カバーの体勢、川畑理子3つを引いてしまいました。あやさん、2点のランニングスリーでしたね。はい、さあここで小峠アッシュの入場曲がヒットしました。小峠アッシュ、これは対角線に立つのは GLG のジュニア舞台となりますか。因縁ある両陣営が新宿フェイスへ、マンデーマジックエピソード1でぶつかることとなりそうだ。果たして TLG 陽平タダスケ、この二人が怒涛でアッシュ、ヒロキと、確かに井上さん張りはあるんですよね。そうですね、8月の時期、あの GC ジュニアタック次期挑戦者決定トーナメントの決勝で戦って陽平選手、タダスケ選手を破って小峠、ヒロキ組が優勝してますから、はい、その再戦ですかね。会場内がこのテーマは新チャンピオンですか。どういうことだどういうことだ。チャンピオンチーム、各国チャンピオンチーム、アルファウルフ、第58代 GC ジュニアタッグチャンピオン
ドラゴンベイ、アルファウルフ、ロス・コルテアドーレスの2人。3チームですか？3チームがどういう形式で戦うんですかね。さあ今同時にリングイン。今週はスリーウェイカップサバイバルルールで行われます。3チームが同時に試合を行い、勝敗はフォール、ギブアップ、KO で決着。対戦相手2チームを失格させ、最後の1組に残ったチームが勝利となります。なお試合権利の交代はノータッチルールで行います。ノータッチルールとなりました。この3チームは井上さん3組ですか？そうですね。傭兵忠助組にドラゴンベア、アルファウルフ組は敗れてますよね。そうですね、はい、おー今年4月でしたか。そうですよね、2台前56台の GAC。 さあ応えます。小峠もう終わりだ、お断り。しっかりと会場内に伝えておいてブレンバスターということをね、もちろんあの小峠広く組も考えてると思いますけども、はい、来ましたね、はい、GLG コールとなりました。さあこのまま小峠広く組の流れ、ヘッドバット、いやこれはまずい。返しました。さあ丸め込んでいるぞ、ガサドーラ。上になっているのはドラゴンベインの、こちらも譲りません。ドラゴンベインキック効いた、ドッキング、ドッキシャー、これは3つ奪いました。4点ドロップキック。次の挑戦者は俺たちだ。サウンドが鳴り響いたということは本日のメインイベントということでよろしいでしょうか？そうですね、もちろんそう考えていいと思いますね。オーケーの剣豪が今日のメインイベント戦いを、おどろおどろしい響きがマンデーマジック会場内に響き渡っています。井上さん、このサウンドも初めてですよね。そうですね、不気味な雰囲気ですね。おっと、グレートマミー、マミー、グレートマミーのコールがありました。そうなんですよね、包帯に巻かれたその肉体、はい、相手の攻撃を受けるとその体から白い煙、白煙、あるいは飛躍なんていうことも言われておりましたけれども、剣王隊、白い粉が、不気味ですね。いやー、これはリングサイドのファンの皆さん気をつけていただきたい。果たして何が飛散しているのか。国際プロレス、果たして、いや剣王もかなりクエスチョンマークがね、頭の中で。いやそうですね、おっといきなり倒れ込んだのはグレートマミーの方。いやかなりでかいですか？分厚いですよ ね、 そうですね。さあエプロンサイドへ。いやちょっと剣王も戸惑ってますね。これは戸惑わないプロレスラーは多分いないですよね。さあようやく今動き始めた。いやいやいや、加藤さんちょっとこれ厄介ですね。いやちょっとこれやりづらいですよね。結局この粉の正体も分かんないですからね。分かんないですからね。慶応選手からしたらやりづらいですよ。
なんか怪しげな匂いがしますよね。ちょっとね、なんかちょっと会場内にも会場内に大凶。ちょっと待って、この動き我々はどこかで見ているぞ。見たことある。小橋健太さん。いやいや、まさかもう一人いますね。もう一人いますね。ちょっと健吾選手もなんか、そうですね、暗い覚えがある顔をしてますね。グレートマミー、どっかへ行きますか。行っちゃうのか。行きませんよ。記憶が混濁しますか。どういうことですか。場内からだ。いやいや、もしかして。いや、そんなわけないですよ。どっかで改造手術を受けた。いや、そんなわけは。いやー、マスクに手をかけている。マスクに手をかけている慶応。さあ、これではレフリーのチェックが入ります。加藤さん、今小声ですが、小島だろうというのが聞こえましたよね。そうですね、はい、まあ、往年のちょっと名台詞というか、お前平田だろう的な感じで小島だろうと今小声、ね、小声でしたが言いましたよね。確実に聞こえました。はい、行っちゃうぞせよ。さあ、行っちゃうぞ。ケンオ選手完全にそれとみなしましたね。そうですね、はい、昨年の7月の日本武道館ですよね。いやー、ダブルに面白い。会場から大小島コール。あー、サポーターがない。サポーターないですよ。あ、頭かけた。なんとサポーターの代わりにマスクだ。正体不明。史上最大の X といえばこの男のことだ。今日のお客さんもノリいいですね。ジョージ・マルチウエスさん、ラリアット。黙らせた剣を。さあ、今度こそヒットさせるか。 BFS 完璧ですね。命中。少し白い粉が舞ったリング上。